先生、次、はい、今19連勝中で、はい、次20連勝一応かかってるんですよ、ね、ああ、狙って20連勝してもらっていいですか。20連勝企画ですね。はい、20目なんで。はい、いいっすね。よし、やりましょう。対戦相手の強さはお任せですね。はい、でいきましょう。はい、よろしくお願いします。ん、刺してこない。駆け引きあるか。対戦ですかね。あ、来ましたね。ちょっと考え、どういう作戦で来るか。相手も気合入ってますね。よし、ではいつものようにやっていきたいと思います。さあ、結構いろいろやってきましたけど、はい、この場合まあでも公式戦だったら中飛車でいきますね。ご機嫌中飛車でいってみましょう。お、ちょっと面白い出だしになりましたね。角道開けてきてないですね、近藤先生。こんにちは。で、角道開けてきましたね。で、まあ5五歩取って、はい、ご機嫌中飛車です。銀が早いですね。これは、まあ、急戦風の、あー、そういうことですか。なるほどね。これで右玉になるかもしれませんよ。うん、右玉をやってくる可能性がありますね。あー、懐かしいですね。昔糸谷さんが、得意だった振り飛車相手に右玉というね、あー、これ面白いぞ。これはね、結構ね、やってこられる方多いと思うので、すごくね、参考になりそうですね。はい、で、ですね、王様は、まあ、美濃囲いにしっかり囲いまして、そしたらこう左銀を使っていきますね。はい、左銀を上がると。で、これ角銀並ぶんですけど、桂馬跳ねた時に角の飛び出しが王手になりますので、これはね、大丈夫ということですね。はい、で、銀をまっすぐ上がって、まずね、この形を作るのがいいかなと思います。そして、まあ、やり方いろいろあるんですけど、まあ、この辺ついておきましょう。はい、で、桂馬で受けてきましたね。ですね、まあ、駒組みですね。いきなり4五歩と突いていくような将棋も楽しみなんですが、これを囲いましょうか。はい、で、端を、まあ、これを必要ないですね。金を上がって高美濃をしっかり組むのを、優先しましょう。これね、端の位を取るというよりは端角をね、作ってこようということですので、さあ、これで駒組みは、はい、まあ、すぐにね、端角上がってくる手もあるんですけど、これは割と慎重な手ですね。はい、角を1個引くか2個引くかですね。よし、2個かな。結構ね、駒組みもやっぱりしっかりやってこようと。あ、バランス、右玉プラスバランスですか。これが最近のやり方なんですね。なるほど。なんか金こっちにね、上がってくる人が多かったんですけどね、これは最近の感覚なのかもしれませんね。うん、で、まあ、石田流のような形に構えまして、端を絡めていくかどうかですね。まあ、自然に進めていきましょうか。で、角上がってきて、で、角のライン怖いんですけど、現状は、大丈夫ですね。飛車が効いてますからね。まあ、端ついておきましょう。端ついて、あ、向かい飛車風味なんだ。へえ、面白い。ただの右玉じゃないぞ、これ。なるほどね。いろいろ考えますね。で、これここつくかどうかですね。こう桂馬結構狙われてしまいがちなんで、ついておきましょうか。このね、5九の角がこう効いてね、受けてますんでね。そうかそうか、これ相振りチックなんですね。なるほどね。で、まあ、受けておくと。相振りチックなんですね。ってことは相振り感覚でやった方がいいので、ですね、こう軽くどんどん行きたくなるんですけれども、ちょっとこの辺がっちり受けておきましょうか。
はい、手厚くしておきましょう。まあ、美濃囲いから矢倉にバージョンアップしてしっかりねやっていくってことですね。さあこれ次攻めてきますんで、ここでどうするかっていうのは一つ大きな選択ですね。はい、ちょっと動きを先に見せていくのか、それとも、受けに回っていくのかっていうところで、で角が現状使えてないので角をちょっと使えるようにしたいんですよね。だからまあここに上がっておくのがいいですかね。上がってここに利かしておくっていうのが、上がってで、ついてきた時に、攻め合いを狙っていくっていうのがね、なんかいいような気がしますね。やってみましょうか。よし、角上がりましょう。で、おそらく相手が、面白いですね。はい。相振り飛車チックの右玉。で、戦いが起こりましたね。で、これ取っちゃうともちろんやばいです。取ると角取られちゃうんで、まあ、即負けなんで、これは角はここ受け、ここに足して受け効いてるんで、これで、まあ、飛車がちょっと使えてませんから、これでこうついて、横行きを通してあげるっていうのがね、いいですね。はい。形はね、いいですからね。これで攻め合いということですね。はい。まあ、美濃囲いに比べて、ちょっとこう上にね上部に厚くしてるっていうのがね、分かるかなと思います。これは相振り飛車のね、まあ考え方がここで生きてきますね。はい。さて右玉というよりも相振り感覚ですね。で、ここをどうするかっすね。5筋1本ついてこの斜めのラインを、開けておくっていうのもありますし、左桂を使うなら7七桂と跳ねておく感じですね。さあ、あとは6四歩1本叩いちゃって取って飛車を走るっていうのも、まあ、結構実践的かなと思いますね。そういう戦い方もありますね。さあちょっとここは構想をまとめなくてはいけません。現状はここは取ってきて、まあ、同銀すぐ潰れることはなさそうですよね。はい。なのでちょっと左側の駒を使いましょう。7七桂ですね。遊び駒の活用ですね。で相手落ち着いてますね。落ち着いてるな。桂馬飛ぶと歩を打とうということか。ふむふむ、なるほど。落ち着いてますね、非常にね。桂馬跳ねていくと歩を打って取って取ってということですね。で桂馬を、攻めに使っていこうということなんでしょう。ね、ちょっと待ってくださいね。これは構想を練らないといけない。結構ここの辺りが、勝敗を分けますからね。桂馬跳ねる、あとは6四歩叩く手もちょっと魅力的だな。6四叩いていってみましょうか。よし、ここでちょっと、はい、桂馬単純に跳ねていくのもねあるんですけど、結構熱くなっちゃうので、これで、飛車を走って、王様、おすごいね、王様ね。でこれで飛車を寄るか。ちょっと怖いけれども、今引けなかったですからね、打たれてね。さあギリギリどうなるか。結構相手も王様が不安定で怖いと思うので、一歩あるとねこれ飛車で死んじゃうんですけど、まあ歩がないのでね。でこれはですね、次に私の方から7四歩って打つ手と、あとね6五桂って跳ねる手狙ってますね。桂馬跳ねて取って取って取って、で、まあ、飛車がビューンと通ってくれてね、こういう手を狙ってますね。はい。さあこれで相手がおそらく7四歩と受けてくる感じになるのかなと思うんですけれども、まあ歩打ってくるかな。歩打ってきて、まあ、角を一回上がっておきたい感じですね。ここをね受けてね。あとは多分まあこれ攻め合いは来ないでしょうね。はい。さあさあさあ8五桂もありますね。8五桂で桂馬をさばいておくっていうのもやってみたいですね。8五桂も有力ですね。7四歩かな、どうかな。私角が欲しいですね。角を持つと結構攻めに困らないんですよね。はい、7四歩ってきましたね。はい。で8五桂跳ねるかどうかっていうところなんですけど、これ5七角でしょうね。角が欲しいので一回角に紐をつけておきます。おお、ジャブジャブ。同銀と取るとこうだから、まあこれ歩ですね。次歩かな。あ、来た。読みを聞かさないといけませんね、これね。同銀と取るか同角と取るか、結構分かれ道だな。ギリギリですね。
銀で取ると歩打ってくるのかな、玉頭来るのかな、両方ありますね。ちょっと飛車が狭いな、だいぶ気になるな。まあ、角で勝負でいきましょう。勝負。さあこの瞬間ちょっと私も非常にドキドキするんですが、飛車が狭い、叩いてきた。一本叩きは、まあ、これ王様で取りましょう。結構ギリギリで、はい、歩を打ってきました。上か下か、これ下か、下がります。さあさあさあ角を持って、あら、なんか全然あれですね、勝負してこないですね。あ、でもこれ玉頭来ようとしてんのか、それはそれで嫌ですね。玉頭今ね、角打ってくるような手もあったんですけどね、ってやってこなかったんで、じゃあ私も角を使って反撃ですね、角ですね。この斜めのラインをね狙っていくのが厳しいかなと思います。相手は玉頭なんですけど、私はちょっと脇腹を狙って、はい、これでこれね、飛車成りを狙ってますね。飛車成りが結構厳しいですね、はい。で今角打ってきたんですけど、これはね飛車成れますかね。あ、なってきて角取ってくるのかな、これ飛車成れますね。2段目かな、3段目かな、両方成れますね。飛車成れますね、取れないですね。王様がちょうどこのラインに入ってきてますんでね、成れますね。ちょっと隙をつきましたかね、はい。角打ちでコンビネーションで、はい、これで攻略してきたかな。さあうまく角のラインもかわしてますしね、はい、これはちょっとリード奪いましたね。だから角やっぱ持ったのが大きかったかなと思いますね、はい。で飛車を持ったので、相手の陣形のちょっと弱いところをついていければ、これはちょっと、リード奪ったでしょう。さあ次歩攻めが来ました。飛車持ってますね。飛車どこに打つのがいいのかな。結構これも適当に打っちゃうとね、後々に困るんで、ちょっとこう厳しいところに狙いを持って打ちましょう。これがね、何気ない手に見えて結構狙いがありますね、はい。ちょっと一見竜の狙いがありますね、結構厳しいですね、はい。二枚飛車強力ですからね、攻めになりました。さああと玉頭は先ほど矢倉にした効果もあって、上は結構ガード守れてますんで、はい、よいしょ、大丈夫ですね。で角受けてきました。これは一回香車を取ろうと今仕掛けたんですけど、これここですね、ここに乗り込むのが結構厳しいですね、はい。このなんか二枚竜で一間竜でここを狙っていくのが、相当ね厳しいですね。ありがとうございました。いやなんかドキドキしたな。はい、ということで、感想戦やっていきたいと思います。はい、右玉だったですね、はい。右玉で、そして飛車を、地下鉄飛車、違うな、一段目下段飛車で、相振り飛車のように、縦で使ってくるっていう将棋になったんですけれども、はい。まず序盤ちょっとポイントがありまして、相手の結構この角のラインがですね嫌な感じで効いてるんですね、はい。右玉で結構ありがちなんですけど、これで、まあ、普通にやっていくと、まあ、桂跳ねとかなんですけれども、まあ、一つは、この、飛車先の歩をですね、一歩こう交換されまして、で、まあ、こういう状態になるわけですね。これが、まあ、一歩交換されて、まあ、好きなところに使えるっていうのが一つ。あとはですね、そうだな、ここの地点、ここが弱いとですね、いきなりこう6五歩、ごめんなさい、4五歩ですね。4五歩、同歩で、例えば、この地点に歩を打たれてしまう。この角のラインを利かしてここに打たれてしまう。あとは、まあこれを保留して角を成って成られちゃって、でまあこの馬でね働かれちゃうっていうのもありますし、まあ、将来的にここに歩を打たれる、くさびを打たれる、これ結構痛いんですね。なので
まあ、相手が右玉の時相振り飛車の時共通しているんですけれども、あの、まあ、ここ絶対攻めてきますんで、この4五の地点、4六4五の地点をちょっと厚くしといてあげる、攻めを後回しにして厚くしといてあげるという考え方で矢倉にしていきました。はい、まあ、矢倉にするとね、あの上部が厚くなりますんで、まあ、これ結構ね考え方として使えるんじゃないかなと思います。で、角も結構万能で、まあ、攻めっていうとこっちの方に持っていきたいんですけど、そうではなくて、まあ、受けに使っておいて攻めてきたら攻め駒と交換するっていう考え方ですね。はい、これでね結構あのこの辺りのね考え方、参考になると思いますし、まあ、うまくいきましたね。はい、はい、そしてちょっと、まあ、中盤から終盤の入り口にかけてもポイントがあったんですね。まあ、私の飛車が結構これ狭くて、次にこう銀上がられると死んでしまうよっていうところでギリギリなんですけれども、まあ、この後のギリギリを通すのは結構私の、まあ、好きなところでもあるので棋風ですね。はい、角上がって、銀取りを受けました。もしこう銀とか上がってくれば角く切って取って、でこの飛車でビューンって横にね、はい、取っていきます。結構僕飛車をね高い位置でキープするの結構好きなんですよ。なんかいつでもシュートが打てるような状態にして、でちょっとプレッシャーかけるっていうのが好きなんで、まあ、ギリギリなんですけど、いい手があったらちょっと危なかったんですが、で実戦は玉頭にあやをつけまして、これは良かったと思いますね。でこの局面か、この辺で角をね打つと飛車が捕まってるんですよね。7五角で飛車が捕まってるんです。で、相手なんで打ってこなかったのっていうのをちょっと疑問に思うと思うんですけど、実はこれ大きな返し技がありまして、これ飛車取りなんで飛車捕まってるんですけど、飛車をですねここに寄る手が好手なんですよね。ここに寄って、はい、これただじゃんって思うかもしれないんですけど、この角の裏側に回り込んで取ってきますよね。で持ち駒の角、やっぱり持ち駒に角があるって大きいんですよね。これでこう角を打つことによって王手飛車取りで返せるよっていう技があって、なので相手はこうやっぱ強いですよね。読みを入れて回避してきたっていうことになるんですけど、ただ駒渡った手に対しては一つね攻めのポイントがありましたね。ここね、将棋って必ず大駒持つと必ずね急所一箇所あるんで、そこをやっぱり見極めるっていうのが大事になるんですけど、ここのね8一の姿勢に角を打つと、ただの金取りではなくてこの金に狙いをつけると同時に、これね飛車成りが狙いになってますね。これ次に、2七になる手と2八になる手、この2つが、受けにくいですね。はい、で王様が下がってきてもちょうど一歩持ってるんで歩を叩いて、これで、筋に入ってる状態になります。はい、なのでやっぱり大駒をね、取るっていうのはね大きいですね。高い飛車の位置プラス大駒っていうのは、まあ、実はこれも私の得意パターンかなとも思うんで、はい、これ一つね、まあ、参考になる攻め筋になったんじゃないかなと思います。はい、対戦してくださった方ありがとうございました。いや結構でも内容が非常にこうスリリングだったんで、はい、でもドキドキしながらやらせてもらいました。はい、なんとか、はい、いや自信はないですけども、何連勝ぐらいしてるのかなっていうのをちょっとね、ちょっと楽しみに見てもらえたらなと思います。はい、今回もありがとうございました。バイバイ。